この学問は人間の体から直接データを取り出すものですから新たに人間の体が持っているいろいろな能力を直接的に私たちが知ることができるそういう瞬間には非常に私はワクワクします。とても面白い分野だなというふうに思っています。 愛知学院大学心身科学部健康科学科石田直孝と申します。本日はパラスポーツを支援する運動生理学というタイトルでお話をさせていただきたいと思います。まずパラスポーツとは何でしょうここで少し動画を見ていただきたいと思います。 i can take a look what do you see 133 pounds of confidence in me got the feeling i can do anything yes i can something that sings in my blood is telling me yes i can Yes I can. 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 Hey, yes I can. No. You can't. 今の動画は、えー、我々をスーパーヒューマンと呼んでくれというそういう内容の動画でした、えー、パラスポーツっていうのはだいたい60年ぐらいの歴史があるんですけども、えー、まあ簡単にどんな歴史があるのかというのをここでは整理をして、えー、見てみたいなというふうに思いますもともと、えー、1948年にイギリスの ストークマンデビル病院というところで、えー、ドクター・グッドマンによって車椅子患者によってアーチェリーの競技大会が開催されたというのが一番最初だと言われています、えー、この切手の写真がドクター・グッドマンですでその後1960年に第1回のパラリンピックと言われている大会がローマで開催されましたまあそれから、えー、約60年 現在に至っているわけですけども2021年に今年東京パラリンピック大会が開かれるというまあそういう長い歴史のある大会です。次にこれはですねあの私がちょうどロンドンのパラリンピックの時に時間をもらってストークマンデビル病院に見学視察に行った時の 写真です、えー、病院の裏にある、えー、博物館にですねあのドクター・グッドマンの銅像がありましたので、えー、思わず一緒に撮ってしまいました。で次にお見せする写真は、えー、パラリンピックの閉会式の始まる直前に、えー、ドクター・グッドマンの、えー、写真が出まして「サンキュードクター・グッドマン」という言葉とともに「えー 映像がアップされた写真ですちょっと見てください、えー、会場はこれが出た途端にシーンとしました、えー、いかにイギリスの人たちがグッドマンを尊敬しているかということがよく分かった一瞬でした、えー、とても感動的な一瞬でした、えー、私が コーチとして参加したパラリンピックはこれまで3回あるんですけども、えー、北京とロンドンとリオの3回ですね、えー、これが北京ですそして、えー、ロンドンそれからリオデジャネイロのこの3つの大会に、えー、行ってきましたで、これは、えー、前回のリオデジャネイロのパラリンピックの、えー 私が関係するパラパワーリフティングのチームの出発の時の写真ですね後ろの二人がコーチで前の三人が車椅子の三人が選手ですここでリオパラリンピックの様子をまあ友人のカメラマンからいただいた写真を含めて紹介をしたいと思います最初の写真は車椅子ラグビーの時の様子二枚目は 車椅子バスケットの様子、3枚目は選手村ですね。から4枚目の写真は選手村の中を移動するま日本選手を一緒に写した写真です。ちょっと見てください。車椅子ラグビーの試合の時の様子ですね。すごく迫力のある試合でした。それから車椅子バスケですね。 そして、えー、選手村の写真ですけれどもちょうどこれは私の泊まった部屋から写した写真になります向こうの建物の向こう側がさらに向こう側が、えー、食堂になっておりました、えー、まあ自由に、えー、選手村の中は移動できるので、えー、こうして時々、えー、選手と一緒に外を歩いたりをしていました そしてこの写真ですけれども、これ帰る直前に写した写真ですが、えー、常に、えー、こうして軍,の軍隊の人とそれから警察の方が、えー、厳重な警戒をして、えー、テロとか犯罪から我々を守っていてくれたという写真ですけれども、えーまあ あの一緒に写していいって聞いたらいいよっていうもんですから写したんですが日本ではちょっと写せない写真だろうなと思って皆さんに紹介したと思います。モデルガンででははなくてこれは本物の銃ですねそして私が関わっているパラリンピックのスポーツというのは実は障害者の方の重量上げですけれどもこんな種目です。 実際にはベンチプレスですその時のパラパワーリフティングの写真をちょっと見ていただきたいと思います。これはリオの時の会場に併設されていたトレーニング場の様子ですね。 えー、ここのブースに日本チームの、えー、使用できる台が用意されていました。そしてこれが大会の試合の時の様子ですけれども、えー、見てわかる通り、えー、234キロと書いてありますけれども、えー、今から234キロに挑戦する選手の様子です。えー、とても強い、まあ偉大な記録ですね。 で私が非常に興味があるのは、えー、この黄色で表している、えー、リザルトというふうに書いた結果ですけれども、えー、体重ごとに体重ごとに階級があるんですけど左側が階級ですが、えー、見ていただくとわかりますけど一番下の1 0 7キロ以上級ですねの世界記録はなんと3 1 0キロという記録で、えー、これは前人未到の記録だと思います。 えー、健常者の同じ体重で比べると健常者よりも強いというのが非常に私にとっては魅力的です、えー、この学問は、えー、私の場合は直接的にパラリンピックの選手のパフォーマンスにつながる、えー、そういうデータを取り出しているというふうに思っていますので。えー まあ、パラリンピックの成績に直接的につながることもあって、えー、そういうところに非常に、えー、感動を覚えるそういう領域ですね。えー、とてもあの実際的な具体的な成果が上がるので、えー、その辺は非常に楽しみです。えー、さてここから、えー、タイトルの本題に入りますけれども。えー、運動生理学の 研究者の立場からパラパワーリフティングの強化に貢献するために何ができるかということです。えー、そもそもですね、えー、パラパワーリフティングの競技力を上げていくためにはいろいろな視点があると思うんですけれども、えー、まあ、今回ちょっと紹介したいなと思うのは、例えばフォームのフォームをきちっと整えるために、えー、バーベルのシャフトを握る手の幅の 決定をどうすするかとかとですね、えー、バーベルを胸に下ろすわけですけども胸に下ろした時に、えー、その位置はどこどうやって決めるのかどこがいいのかそれから、まあ、海外の優れた競技者のフォームとどうやって比較していくのかというこういったことを少しテーマとして、えー、研究をしてみました。でまずあの海外のきょ優れた競技者のフォームを 研究するためには、えーまあ、ビデオ記録を利用したりしてこの「ダートフィッシュ」というプログラムを使って、えー、パラリンピックとか世界選手権で活躍して上位にいる選手の、えー、映像を参考に、えー、分析をしたりもしています。またですねあの肩甲骨周辺、まあ、ベンチベースはラインに寝るわけですけども。 肩甲骨周辺の床反力もこれは道具さえあれば簡単に測ることができるので、えー、測定をしてみました厚分布ををを測定をしししてて解析をしてみままた、えー。こんなな感じになります、えー。ちょうど左側の図でわかると思うんですが、えー、分布を測る道具はあんなふうに簡単に設置できます。 でその上に寝てベンチプレスをやるわけですが肩甲骨の中心が、えー、濃い色になって現れます、えー、もうこの図見てわかると思いますけれども、えー、これ、えー、左側の肩甲骨の方が圧がかかってますね右と左の圧が多少違う、えーまあ、こんなふうにして簡単に表現されるものです。 それから、えー、私がいろいろやってきた研究の中の一例として三、えー、次元動作解析によるベンチプレス動作の時系列解析というのもやりました、えー、これはバイコン社製のモーションキャプチャーシステムというのを使って、えー、ベンチプレス中のフォームを解析したものです、えー、実際にはこういう10台のカメラを周りに用意をして ベンチプレス動作を同時に撮影して動作の解析をするというそういった手法を使っています。ここで紹介をしたいのはリオデジャネイロのパラリンピックに参加した選手に対して実際にいろいろなデータを取りましたのでそのデータをちょっとお見せしながら。 運動生理学的にどういうアプローチができるのかどういう分析ができるのかというのを少し紹介していきたいなというふうに思います。今ご紹介した対象ここでは名義的に「TN 選手」というふうに書きましたけれども交通事故で脊髄を損傷してしまって下半身に麻痺がある選手ですね。 まあ上半身が動くのでベンチプレスはできるということでパラパワーリフティングの大会に出ております。非常に優秀な選手ですねで測定はどういうふうにしたかというと、えー、彼の1回持ち上がる最大居上重量というのを測定をしましてその70%の重さを求めて。 その重量で10回反復挙上を行って、その時のいろいろな生理学的な手法を、指標を測定したということになります。えー、そうしますと、えー、まあ、見てですね、いわゆる視覚的には確認できないような筋肉の活動のレベルとか、 それから、えー、若干の、えー、なんていうんですか左右のフォームの違いとかスピードの違いとか位置の違いそういうものを正確に運動生理学的に捉えていろいろな観点から彼のフォームとか、えー、まあ最,な最適な、えー、スピードとかですね、えー、そういうものを見つけていこうと。 いうのが研究の視点でしたで、写真を見ていただくと分かるとおり、えーまあ、筋レンズを測定をする電極を貼り付けてますそれから肘には後でまた紹介をしますけれども肘の角度を測定するゴニオメーターというものを付けています ですからベンチプレスをするたびにそれが動くのでその5ニューメーターによって肘の角度が測定されます。でここではちょっと見にくいんですけども、えー、さらに他の指標もつけて、えー、測定できるようにつけています。これ5ニューメーターの説明ですけども、えー、まああの 肘の角度を電気,電気信号で取り出してコンピューター上で解析するとこういったものですねそれから先ほども紹介したように肩甲骨周辺の背面圧の分圧を測定もしました同時に測定をしましたこの非常に面白いデータが出ていますそれから バーベルのシャフトをですね、えー、押す力を、えー、まあ主小圧というふうに言いますけども、えー、手のひらに設置した、えー、圧センサーで測定をしました。えー こうすることによって多少の左右の力の違いが正確に検知できるというメリットがありますこのシャフトを握っているところに、えー、若干見えるのがセンサーですねえー、っとこの測定というのこの測定はまあ こういういうにして、えー、全ての、えー、信号をパーソナルコンピューターで取り込んでですね 10kHz のサンプリングによって、えー、オフラインで解析をしました。でえー、っとですね筋電図は、えー、後で見ていただきますが、えー、ガボールウェーブレット手法というのを使いまして筋電図の解析を、えー、いたしました。 そうすることで一、えーまあ、回一回の筋、えー、電図のデータをさまざ、あ、まな、えー、信号と同期させて、えー、解析することができます。これがその生データです、ねえー、まあ上の2つ右と左なんですが上と2つが大胸筋その下が三角筋。 その下2つが広背筋背中の筋肉ですねこれが右左、えー、結構顕著な左と右の違いがここに見えてきますそれからさっき言いました手小圧ですね手のひらのベンチプレスのシャフトを押す力をここで測ってますそれからゴニョメーターによる中間節の角度がその下ですね えー、こんな形でデータをこうやって生データをまず並べてみました。時間じ横軸は時間軸です。10回やってますので波形は10個それぞれ出てると思います。えー、こうしてみますと、まああの実際に細かく見ていくといろいろなことが見えてくるんですけども、まず簡単に言えるのは。えー ベンチプレス10回やってますので、後半になるに従って、えー、だん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 と金の放電が大きくなり、まあこれは、えー、たくさん力を彼は必要としていた。つまり、えー、金放電が大きいということは、まあ、疲労が徐々に見えてきたということなんでしょうけども、えー、どこの金がどのぐらい疲労しているかということも分かってきます。で、でもちろんですね、あの、 上げるスピードがどう変わったかということもそこから見て取れるというわけです。それからもう一つ筋レンズからもこれもわかりますが左と右の強さの違いみたいなもの疲労の違いみたいなものそういったことがこのデータからも見て取れます。主小圧から見てもこれも明らかで。 えー、右と左の圧が多少後半になってくると、えー、違ってきますつまりこれは何を表しているかというとバーベルがだんだんんととと傾いいててきているということです、ねえー、下に、えー、下にある方が重く圧が高く出ますので、えー、左と右の傾きが徐々に出てきているなということが分かります。 視覚的にはほとんどわからないんですけどもねこうして測ってみるとそういうことが言えるのではないかなということがわかりますそれから、えー、肘の関節角度ですね、えー、これも実は、えー、左のと右のばらつきが徐々に出始めるというのも分かってきていますまあここで書いたように挙上動,動作が後半では徐々に遅くなって関節の角度も えー、ばらつきききが大くなってきているとそうするとですね、えー、試合の時には、えー、結局本人が最高に上げれるあの重量を1回上げればいいわけですけども、えー、ギリギリの重さになるもんですから左右差というのが出てしまうと、えー、それで失敗ということに至ってしまいますので、えー、この 疲労をしてきた最後の頃の不完全さというのがその試技の正確さ不正確さにつながっていくものにならないように日頃からトレーニングする必要がありますだからそういうところを見つけてそれを弱点としてきちっとカバーしていくということが大事になってくるというふうに思いますこれは10回連続して行ったベンチプレスのと時の 各測定値を、まあ、重ね書きしたもものですけれどもやっぱりこれ見てわかるとおり、えー、本当は全部同じところにトレースされるのがいいんでしょうけども、えー、だんだんとずれてきてるということですね。えー、特に、えー、肘の関節角度は、えー、最初と後半の部分で大きな差が認められるなというふうに思います。えー、これも 個別に詳しく詳細に見ていくといろいろなことが言えるんではないかなというふうに思います。それから、えー、肩甲骨周辺の、えー、圧分布ですね、えー、これも実は非常に重要なデータになってきてます。えっと後でちょっとお見せしますけども。 えーまあ、彼の場合左側の肩甲骨により大きな重量負荷というのがかかっているのということが分,分かりました、えー、これはどうしてかなというのをいろいろな他のデータを見ながらですね肘が少しずれてるんだとかフォームが少しこうした方がいいよとかっていうのがここで指摘できてくるだろう,だろうなというふうに思います。えー、これ全体の、えー、データと 床反力を見たものですけれども、えー、写真を見る限りそんなに左と右のずれ、えー、があるようには見えませんけれども、えーまあ、筋電図それから肘の角度とかですねそれから一番下に示した床反力肩甲骨周辺の床反力、まあ、こういった圧分布ですねこれを見るとやっぱり左と右に多少差が見られたり そのなんていうんですか設置している部分の大きさ面積もまた違ったりしている状況はわかります。できれば両方同じような形に見えるのがいいでしょうし、それが違いがもしあるとすればどこに原因があるのかなっていうのがこれから見えてくるだろうなというふうに思います。まあその辺を分析をいたしました。で。 えーまあ、まとめに入りますけれども、えーまあ、いろいろなデータを総合的に分析して検討をして分かったことっていうのはこれらのことです。えーまあ、全部読んでいくとなかなか時間がないので、えーまあ、簡単に言いますけれども、えー、これはあの実験的にやったもんですから重量は70%パー最大10% 最高居上重量の70なんですねで、えー、70%の重さというのは本人にとってはそんなに負荷が大きくなく、えー、簡単にできる重さというふうに思いますがそれでも何、えー、て言うんですか左右の筋の、えー、力の発揮特性に、えー、差が出てきてるし、えー、肘の開く角度とか曲がっていくスピードとか。 そういったものにも若干の差があったりします。まあできればそういうものがなるべくないような均等な試技というのが望まれるわけですが、そういうところを少しずつ肘の角度をどう直したらいいかとかそういうことがわかるんだなということがここで理解をされました。これらのまああの基本的な知見がですね、彼の競技力に えー、トレーニングの方法の改善ということでつながっていくだろうなというふうに思いますので、えーまあ、あの今後もこういうこれだけではないですがこういうデータをいろいろ取ることによって、えー、疲労特に疲労ですね疲労が彼の怪我につながらないような えー、そういうトレーニングができればいいなというふうに思いますそういうようなフォームをまず改善できればいいかなというふうに思いますね今回お話しした、えー、こういう研究以外にもですね、えー、パラパワーリフティング競技やその他のパラリンピック競技の種目に対して、えー、その強化に向けて運動生理学やバイオミックスの観点から分析を進めてより効率の良い怪我をしない え、フォン、それから、え、トレーニング方法の、まあ、検討ですね。こういうことをしていくのが私の課題だというふうに捉えています。まあ、大学の講義では、え、こういった研究の基礎的な知識について、え、話をしております。え、まあ、あの、もともとですね、あの、自分の研究、それから、 えー、非常に興味のある部分について何、えー、て言うんですかあの進めているわけですけれども、えー、そういったことが、えー、元になって、えー、皆さんに紹介できればいいかなというふうに思っています。えー、本日はどうもありがとうございました。 これからは、えー、さらに新しい機械を手に入れてですね、えー、例えば、えー、トレーニングの方法によって、えー、筋肉の厚さがどう変わるかと、えー、これは均衡形という機械を使うわけですけれども、えー、そういった均衡形を使った研究とか、えー、筋肉の動きによってどのぐらい力が発揮されるかそういったことに観点を持って、えー、これからはどんどん そちらの方向の研究を進めていきたいなというふうに思っています。